はい、韓国語入門その2ですが、韓国語って、韓国語の韓国人の名前っていうのは漢字で書くんですか？なんか変なごちゃごちゃしたハングル語って言ってますけど、ハングルは覚えないといけないでしょうけど、最初から、一番最初からハングルは覚えるべきなんですか？うん、韓国語はもともと韓国人、朝鮮半島で使われとった言葉があるわけですよね。そのうちに、中国から漢字が入ってきたわけですよ。そして漢字を覚える過程でどん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 漢字が優先していったということです、韓国では。だから名前なんてでも、もともとは日本と同じように二つの、例えば、高麗時代、高君の時代に、ヨンゲソムンとヨンゲとか、また、ウルチムンドクとウルチとか、日本語のように清水、田中というふうに、二つ文字がかなりあったんですけれども、中国の勢力が大きくなるに従って、もう、リーとか、長とか、漢とかね。だから、韓国の我々の漢なんかでも、チョッポーいう、その、家系図を見ますと中国から来てます。だ、朝鮮半島に住んでる人間はもうかなりの数が中国から、ルーツは中国なんですよ。で、分かっているわけですね。で、日本の人間はですね、ルーツが朝鮮から来たいうのはほとんど分かってないですよね。消えてしまってるわけですよ。で、かなりの人間が朝鮮半島から来てるわけですけども、もう分からない。だから日本の人に、あなたのおじいさんのおじいさんはどこにおりましたかってほとんど知りませんね。ひいおじいさん、おじいさんのおじいさん、どこにおりましたかね。この頃日本のテレビでファミリーヒストリーにやってますけどもね、あれなんかも日本の著名な人間なんかでも、ひいおじいさん何しとったか知ってるってほとんどいませんよね。名前も知らないし、ね。だから日本ではもう生活するのに必死ですからね、自分の兄弟とかいとことか、まあおじいちゃんおばあちゃんぐらいのもんで、それ以上になったらお寺行ってその調べることに分からないわけですよ。ところが朝鮮半島ではですね、一応みんな家系図があるから、調べで行ったら誰それとはね、例えばおじいさんのおじいさんのおじいさんが兄弟やったり分かるわけですよ。それだけやっぱし、中国の影響がやっぱし大きいですよね。だから、名前なんかでも全部今金利とこういうふうに、一文字ですけど、もともとは日本にあったということですよ。